はい、どうもです。今回はゲストで株本さんに来てくださいました。よろしくお願いします。お願いします。今回告知があるということで。3月4日、早く上げろ3月4日何があるんですか？フリーランスサミット。世の中のフリーランスが全員集まるイベントです。国際フォーラムで必ず来てください。来なかった人全員顔と名前を覚えますので。ということで、皆さん動画編集者このチャンネル見てる方多いと思うんですけれども、フリーランス副業マン多いと思うので、ぜひフリーランスサミット来ていただいて勉強していただけたらなと思います。登壇ありがとうございます。あ、とんでもない。どなたが来てくださるんですか？リーゲ社長、田畑さん、ソンセラ、林さん、岩井さん、青笹、山本龍拳、佐古、木下さんって上場企業の社長の人、井上さんとか、せいせいとか、エンジニア系とか、そんな感じ。幅広い。というわけで皆さん楽しみにしてください。はい、今回のお題はもしも株本さんが末端動画編集者だったらどうするのかということですね。動画編集始めたけど時給300円ですどうしたらいいですかみたいな人って結構いっぱいいて、二極化してるんですよ。動画編集者って時給が3000円ぐらいの編集者から時給数百円みたいな。結構僕の中でもこうしたらいいよ、あしたらいいよってことを普段チャンネルで言ってるんですけど、株本さんだったらそこからどういう風に打開していくのかなっていうところを聞けていけたらなと思います。初期設定としては動画編集スキル覚えました、頑張ってクラウドソーシングで営業したんだけどなんか時給めっちゃ低いな、単価安いなっていう状態です。今自分がいくらの収入と資産があるかにもよるんだけど、ぶっちゃけゴルフすれば一瞬で月30から50は稼げるんじゃない？例えばアパレルの店員やってましたみたいな、で大体100万ぐらい貯金は頑張って貯めたから向こう1年ぐらいは飯食えるけど特に人脈ありませんみたいな。あ、なるほどね。誰とゴルフ行けばいいの、ゴルフどうやって行けばいいのみたいな。株本さんが24歳ですみたいな、頑張ってサラリーマンやってちょっと貯めて1年ぐらい飯食えるから頑張ってフリーランスになってみたいみたいな状態です。簡単だと思うけどね。だってさ、 YouTube に上がってる動画って全部編集済みの動画じゃん。ってことは YouTube に上がってる動画は全てお金が発生してるわけだから、そのチャンネル元に僕いくらでやりますよこのクオリティでって言って100件を受ければ1つは返ってくるでしょみたいな。 YouTube チャンネルの問い合わせ欄とかにバンバン営業かけるってことですか？そう。クラウドソーシングとかあんま使わないんですね。クラウドソーシングで直接取引の方がいいじゃん。でもなんかみんなやってるとは思うんですよ。でも結局 YouTuber って単価何万円も払えない YouTuber がほとんどじゃないですか。それで言うとこういうチャンネルを探しに行くとか、そういう観点で言うとどうですか？無料で動画編集5本受けますって言って、別に会社員の副業なんてそれは最初の投資なわけだから、そんぐらいやってもいいんじゃない？動画編集学ぶのにお金払うのと自分が本来5万円もらえる分をもらわずに働くのと同じ5万円の投資だって考えると、別に無料で5本やって納品してほらいいでしょうと、これだったらいくら次から払ってくれますって言えば、相手のオペレーションに1回入り込んじゃったら後から切る方がめんどくさいから、だったらこの金額だったらいいよっていうのが逆に向こうから来るんじゃない？自分がいないと運営が成り立たないみたいな。そうそうそう。依存度上げるってことは依存されるってことじゃないですか、逆に言えば。しんどいことを無料でやらないと依存度って上がらないわけじゃないですか。それで言うと5本無料でやれる先って結構数限られてくると思うんですよ。だから依存されるってことは結構工数かけるってことだと思う、はいはい、ってなるとある程度目利きしていかないとしんどいかなっていう。でもそれが営業だと思うから、今の青笹の時給だったらさすがにそれしんどいと思うけど、副業でまだ1円も稼いでないっていう人が月に5本キャンペーンを10ヶ月で10チャンネルやったら2個か3個は最低でも有料になると思うんだよね、うん、それが多分会社員としてできる最初の投資だから、それがフリーとしてフルで稼働してるんだったら5本かける10チャンネル50本、50本1ヶ月でもいいかもしれないけど2ヶ月フルでやったらいけるじゃん。その2ヶ月収入ないかもしれないけど3ヶ月目からは絶対収入発生するよね。じゃあそれがうまくハマりました。例えば単価1万円で大体10時間ぐらい編集かかるっていうのを月に10本ぐらいやるようになりました、株本アット月収10万動画編集者になりましたっていう状態から、どういう立ち回りをしてフリーランスとして成り上がっていくっていうか、チャンネルにもよると思うけど、やっぱりそのチャンネルでかかってる本数の自分ができるところ、要は演者以外のところはなるべく全部巻き取るよね。最初は無料でもいいから巻き取ってって、1ヶ月2ヶ月経った時にそろそろお金欲しいです、もらえないんだったらお戻ししますって言ったら、いや払うからやってってなるじゃん。投稿設定しますとかってことですね、うん、一番簡単なやつで言う。それもそうだし、キャスティングの手伝いとかでもいいし、撮影場所の手配の電話するとかね、あとは今流行ってるトレンドの企画をガンガン送るとかね、それが当たり前になってくるじゃん、やってる方からしたら。じゃあ次やっていくぞとか言って、じゃあ次はい撮って撮ってとかってやってる時に僕編集代しかもらってないんでそろそろ待っていいっすかみたいな感じになったら、あーオッケーオッケーみたいな。要は払うがもうこれに対してお金を払うっていうのが分かれば払うんだけど、こっから先来月から僕いろいろやるんで10万くださいだとちょっとハードルが高いわけですよ。本当にできるのみたいな。基本的には先に無料でもいいから自分のパフォーマンス見せてからだったらすぐ逆に予算入ると思うよ。無料でいろいろ巻き取ってリールタイム経てからアップセルしていくみたいな感じ、ね、そうそうそう。そうなると月収が20万になりましたみたいな感じだと思うんですけど、相当忙しいと思うんですよ、その時って。めちゃくちゃ忙しい状態で月収20万、俺もっと上行きたいみたいな感じだったらどういう風に立ち回りますか？もっと行くと思うけどね。20万じゃなくて40万とかは行くイメージで、今の動きができればね、はい、要は1クライアントで10から20万ぐらいをもらうとかっていうのね、それが2社とかになって
って30、40になってくるみたいな、そこまでは今のやり方でいける気がする、はい、でそっから先ってことだよね。だからそっから先ですね、うん、20だとちょっときついと思うけど、40までいったら多少余裕の費用が出てくるから、自分のサポートじゃないけどちょっとずつ副業でもいいから入れ始めて、今度自分の収入下げて自分の時間を増やすっていうところに今度使っていくよね。自分の作業領域を外注してディレクターになるというか、マネジメントするフロントマンでしかないみたいな状態まで持ってっ て最終的にはね。それはかなり先の未来だと思うけど、そのグラデーションの期間があるわけじゃん。営業半分と自分が編集半分の時からちょっとずつ4割3割2割ってなっていって、それがゼロになった時って月売上で言ったら何百万回になってて、粗利で言っても100万とか200万残ってるみたいな状態になるっていうのが、多分そこまでのルートは営業自分が取れば取るほど外注をうまく使えるようになるから、結局人手が足りないからパツパツなんです、だから案件受けられないんですっていうのは実はまやかしで、多くの人は人手が足りないからダメなんじゃなくて、案件が足りないからパツパツになってるだけで、お金があれば外注がいっぱい雇えるから、結局最後はどんだけ負荷かけて営業できるかっていうところの勝負になるっていうのがこの業界の構図だと思います。仮に月収40万で外注とか使って、まず利益率 50% ぐらいになりました。月収20万です。で自分の時間も空いたから営業にガンガン時間使ってきます。その営業もさっきと同じ手法を使ってきます。でもいいと思うし、さっき俺がゴルフって言ったのはリファラル営業って言って、いかに動画編集を発注しそうな人たちがいるコミュニティに自分から飛び込んでいく余裕があるかみたいなところになってくると思うから、それは別にどっちでもいいと思う、その規模だったらね。動画編集を発注しそうな人たちがいっぱいいるコミュニティって例えばどこですか？簡単に言うと IT 業界以外のコミュニティだから全部そうなるんだけど、なるべく決済権者に近い人が集まるコミュニティだよね。例えば不動産経営者界隈とつながりたいとか、美容整形クリニック経営者界隈とつながりたいっていう戦略が思いついても、具体的にどう彼らと接触してどう飲みに行ったりとかゴルフ行くのかっていうところがまだ浮いてる気するんですけど、うん、そこは鴨さんだったらどうやって埋めに行くんですか？例えば美容整形系のインフルエンサーとか、そういう事例を集めたりとか、セミナー開いてお金払って知見がある人に来てもらって、その後の交流会みたいな自分でセッティングして、そこでこう名刺交換して飲みに行って仲良くなるとか。例えば美容クリニックだったら美容クリニックのインフルエンサーみたいに、例えばドラゴン細井さんとかにお金払ってセミナーを開いてもらうっていうイメージ、うん、それでいいんじゃない？意外とそうやってる人いないですよね。今のとか本当無限にあるうちの1個だから、別になんかそういう美容クリニックが集まるようなイベントに美容クリニック専門の動画編集者ですとか言って潜り込んでもいいと思うし、そのために美容クリニックの宣伝チャンネルみたいなの1個作って、そこは無料で本を売るイメージでいろんなとこ紹介してあげて、お金もらわないんで飲み会誘ってくださいよとかっていうのでコミュニティ広げてもいいと思うし、それやっていくと YouTube チャンネルはたくさん受注できると思うんですよ。それに伴って編集者とかディレクターとかもたくさん組織作っていかないといけないと思うんですけど、それでいけるのって月の粗利200、300とかが限界だと思うんですね。例えばトリアさんとか上本さんとかの粗利ランキングみたいに出てるじゃないですか。あそこから逆算すると YouTube だけやっててもあそこが限界なのかなっていうのはあるんです。それで言うとそれだけやってあそこまで来ました、そっからどう立ち回るんですか？でも限界は全然もっと上だと思いますけどね。あ、そうなんですね、うん、極論だけど上本トリアが今から100個 YouTube チャンネルを受注しますってなったら、100個分の人員かき集めてガッと整えてオペレーション組んで回すだけじゃないですか。で100個 YouTube チャンネル受注できないかって言ったら、現実的にはどうかは知らないけど、理論上は全然100社クライアントは規模としてあるわけじゃないですか、はい、だから限界は全然ないと思いますよ。極端な話、僕は YouTube 制作会社の社長だって言えばそんなようなもんだったわけで、それが上本とかトリアみたいに優秀な人たちが一緒にいるから YouTube 制作会社として粗利を出してたわけで、トリアと上本っていうところに焦点当てる必要なくて、規模として全然誰でもいけるんじゃないかなと思いますよ。要は営業っすよね、結局。結構営業で、そうそう、今言ったトリアさん上本さんも困ってると思うんですよ。理屈は分かるけどうまくいかねえみたいな、そこのギャップを株本さんだったらどう埋めに行くのかなみたいな。例えば上本さんにアドバイスするとしたらとか、もっとこうやったら案件取れるよみたいな。受託会社のあるあるなんですけど、オペレーションが整えるのが先とクライアントを増やすのが先と、この順番が常にバランス良くないとパツって燃えるし、人件費がかさんで営利が減るしとかっていうのは多分繰り返すじゃないですか。そういう意味ではトリアも上本も今伸ばしてるフェーズだし、もっと言うと年齢がこれから上がっていくと頼もしい感が増えるわけですね。法人営業っていうのは年齢が高い方が有利なんですよ。その点僕らの組織は結構不利な環境で今戦ってるみたいな、若いから頼りなさそうみたいなっていうところで、年齢が解決するだろうなっていう感覚を持ってます。営業トークとかそういうところで伸びしろがゼロとは言わないですけど、致命的になんかがダメとかっていう話じゃないんですよ。シンプルにこっから先っていかに人脈だったりとか同年代が決裁権を持つ年齢に上がるかどうかとかっていうところでこれからこう広がっていくんで、焦ってる部分もあると思うけど、時間がか
解決するだろうなっていう気持ちも正直あります。あ、はい、そうなんです、うん、もちろん営業っていう意味でもっともっと接待ができるようになるとか、おもろいって思われるようになるとか、コミュニティに呼ばれる名刺じゃないけど、例えば僕だったらフォロワー多いよ彼っていうので面白がって呼ばれるとか、なんか肩書きがあったりとかね、面白い事例をめっちゃ抱えてるとか、インフルエンサーの友達超多いとかっていうのを持ってると、年齢が上の経営者からしても自分に持ってないものを持ってるから話を面白がってもらえるから呼ばれるみたいな、そういう循環って多分あると思うんで、呼ばれるための何かを持つみたいなところっていうのは意識しないといけないかもしれないですけど、でもそういうのはちょっとずつピースとして揃えていけば、いろんな経営者と仲良くなって、それが自然と発注につながってっていうスパイラルに入っていくかなと思います。それでいうと、ある程度アウトバウンドで営業していったらクライアント数が増えていって、各クライアントと関わっていってリファラルが起きるっていうのが王道ルートだと思うんですね。リファラルが起きるときって、なんだかんだ泥臭いというか、飲み会で気に入られるとか、フォロワー数とかってなかなか再現性高くないと思うんですけど、飲み会で面白いっていうのは誰しもチャンスあると思うんですよ。で、僕自身それちょっと弱いんですけど、どういうこと意識されてんのかなっていう。例えばこの前もフランチャイズチャンネルとかの撮影で、カボさん面白いんですよ。なんかそのテンション上がった時が。大学生活とかで鍛えられてんのかなとかいろいろ普段思ってるんですけど、どうしたらいいんですか？俺として面白いと思われてるか分かんないけど、青笹は多分面白いか面白くないかっていうよりかは、爪痕残そうっていう気負いというかが足りないよね。爪痕残したい気持ちが先行してんのかと思ってました。逆に空回りしてる気でした自分。いや別に爪痕残せってなんかわーってやれとかそういう話じゃないよ。けどなんかその覚えてもらおうとか、面白いって思ってもらいたいみたいな気持ちが弱いんじゃない？どういうところから感じます？それはだってテレが勝ってるじゃん。そうかもしれないですね。売り上げ上げようと思って YouTube チャンネルやってるでしょ、はい、いや恥ずかしいからなって言ってるやつ売り上げ上げる気あると思うわけじゃん。なんかそれに近い感覚。ショックっすね。青笹とさ、そんな飲んでるわけじゃないから分かんないけど、別に青笹を見てどうこうとかじゃなくて、先輩からしたら気に入られたいと思ってるっていう気持ちだけでも嬉しいじゃん。空回りしてたとしても、そういう気持ちでやってんだろうなこいつ、気持ちは伝わったぞ、ナイストライみたいな感じじゃん。ナイストライをするっていう気負いがあるかないかだと。それで言うとちょっと動画の趣旨から反しちゃうんですけど、カボンさんに強烈に憧れてる部分があって、営業だとか経営者としてとかも憧れてるんですけど、シンプルに面白いんですよ。最近ちょこちょこ一緒に飲ませていただく機会増えてきたじゃないですか。その時に面白って思うんですよね。でなんか先輩といる時のカボンさんも面白いし、後輩たちといる時のカボンさんも面白いんですよ。憧れててギャップを埋めたいけど全くできてないって現状なんです。なんかアドバイスもらっていいですか？面白さのレクチャーをする。面白いと思ってない人からしたらお前がどの立場でってなるっすけど、でもさ、俺は大学の時に先輩たちがめちゃくちゃおもろかったわけよ。この間も大学の時のね、サークルのやつの結婚式で先輩とかが前に出て、ずっと郷ひろみの億千万に合わせていろんな人のモノマネとかやって爆笑してんのとか見てるとおもろいなって思うし、それ見てお前おもんないなって言われて悔しい思いをずっとして、大学時代に面白くなりてっていう辛い期間がねあったみたいなところがあるんで、だから面白くなりたいって本気で思ってないんじゃない？悔しい思いすることは多々あって、飲み会の時もそうだし、カボンさんとこの前 FC チャンネル撮影した時もそうだったんですけど、吉本入った方がいいんちゃうかってなりましたもん。飲み会の時の云々はよく分かんないけど、誰にも真似できないのが一個あって、みんなさ受験勉強中ってさ音楽とかさみんな聞いてやるじゃん。俺高校生の時 1,2 年ぐらいの受験勉強中ずっとお笑い芸人のポッドキャストラジオを聞いて勉強したのよ。だから音楽全然詳しくないの。その代わりカラオケっても全然分かんないし、けどおぎやはぎ、バナナマン、アンタッチャブル、伊集院光とかっていうそこら辺のラジオアーカイブ残ってるのを多分全て聞いたのね。クリームシチューかと。それを聞いておもろくなるかどうかは別として、元から好きだったのはあって、それが年収チャンネルのコンテンツの時にちょっとクスッとなるような企画とかを考えるのがすごい好きだったみたいな。それで言うと僕受験生の時クレヨンしんちゃん見てたんで、だから下品なことしか言えないのかもしれない。それとその大学の時の先輩たちのあのおもんない株がなんでフォロワー多いんだみたいなことをいじられるわけよ。その悔しさがまたあったりするみたいな、うん、中高男子校なんだよね。おもろいやつが偉い世界だね。女子いないから男子校のヒエラルキーのトップやっぱ面白いやつなんだね。勉強ができるやつと面白いやつみたいな感じになるから、そっちの物差しで測られる世界でやってたから、体を張ることとかそういうのに厭わなくなったみたいなのあるかもね。じゃあ僕はどうしたらいいですか？今からそんな面白いが価値基準のコミュニティに行けないんですけど。青笹を見てていつも思うのは、照れがあるよね。ああ、照れるのはもうしょうがないんだけど、照れないっていうのがいいんじゃない？頭いいから気の利いた一言言うっていうのはできるわけよ。そもそもお笑い芸人頭悪いと売れないじゃん。頭いいからみんなが考え
てることの裏を言えたりとかするわけじゃん。あおささそれは言えんのよ。なんだけどいや僕ってヒヒヒヒヒヒヒつって照れながら言うじゃん。そうするとなんか聞いてて恥ずかしくなっちゃう。照れない。目を見て真顔で言いたいことあんだったら言う。滑ってもんこれについてこない、お前が悪い、そのぐらい堂々すればいいんじゃない。精進します。普通にちょっとへこみましたね。でも俺は元から厭わないって言ったけど、漫才するの好きだったりとか一発芸したがる人だったりとか、バリューケーションの会社の時とかはみんなこう集まってる時に家でねずっと割り箸をケツに挟んで割る練習を鏡の前でして行きますみたいな感じで言ってたりとかね。そういうのが好きだったわけですね。めちゃくちゃ意外ですね。サークル1個潰したみたいに。クビになったか。クビになった。真面目な人たちが集まる普通サークルで新入生歓迎会の時に漫才をねずっと仕込んでて、友達と漫才でどうもってやって、受けたか滑ったかはちょっと覚えてないんですけど、それやってその先輩たちからあれをお前らがやると1年生はあれやんなきゃいけないんだって思うと、それサークルの風紀を乱すみたいな、何が悪いのみたいな、盛り上げただけやみたいになって、反りが合わずに、じゃあやめてっつって言われたみたいな。でもなんか、マーケティングって最後エンタメに行き着くなって思うのよ。会社も10億、20億ぐらいまでって、その市場のマーケティングハックで結構行くイメージなんだよね。青笹も動画編集市場をハックしてるわけよ、今。うん、SNS 使ってね。でも、もっとでかい市場ってなってくると、より多くの人にリーチしなきゃいけないってなると、動画編集のノウハウだけ発信してても、動画編集しないって思う人増やさないと、市場って拡大できないじゃん。ってなると、潜在層にどうやってアプローチするかってなったら、動画編集切り口じゃないところからアプローチしなきゃいけない。それってじゃあ何かっていうと、エンタメとかジャニーズとかアーティストとかそっち系だったりとかっていう、誰もが全員何かしら好きだよねっていう領域に攻め込んでいかないと、そこの市場を膨らませられないみたいな。あマスに接続してシンプルに面白さエンタメで好かれて、そっから動画編集をやりたいって思わせるように動線を組んでいく必要があるってことですね。市場広げるためにはね、既存の市場がでかかったら別にそれでいいんだけど、広げるってなるとお笑い芸人やれって話ではないんだけど何かしらエンタメ系かニュースとか誰もが絶対見なきゃいけないそっちの領域に足を踏み入れていかないといけないっていうイメージがあるんだよね。カモンさんも今はそういう路線なんですか、ストックさんとしては。まだ市場取り切ってないからまだエンタメに行かなくていいなっていう感じなんですか。そこまで正直計算してるかっていうとそんなわけはないんだけど、エンタメにチャレンジした結果の実験がしたいっていう気持ち。エンタメからどこまでウェブコンソールにつながってるか分かんないけど、それで成果出なかったら出なかったで一個の成果だしっていう感じで一旦やってみようかなみたいな。動画編集者の話なんですけど、動画編集者に一番溜まってる鬱憤っていうか、お前らさみたいなのってあるんですか。動画編集者と直接やり取りすることはほぼないから、特定の誰かとかではないんですけど、イメージとしては SEO のウェブライターが流行った時期と空気感すごい似てて、動画編集さえできればリモートでカフェで仕事できますみたいな、勘違いフリーランスみたいな、これから量産されていくわけですよ。 SEO フリーランスっていうのは今じゃライターなんてほぼ9割淘汰されましたよね。どういう人が残ってるかっていうと、いろんな側面あるけど、一言で言うといいクオリティの記事を書ける人だけ残ってるわけですよ。それってどういう人かっていうと、 SEO のことをしっかり理解してるとか、インダストリーでちゃんと専門があるっていういう人が残るわけですよ。動画編集は多分そうなるんですよ。今ってとりあえず文字起こししてジェットカットしてアップすればこれ技術っしょ俺のって言って、たかだかね1週間とか1ヶ月で得られる程度の知識で手に職があるって思い込んでる人が多いんですよ。でもそれは今バブルだからそれが成り立ってるだけで、一般的な他の業界からすると動画編集のスキルなんていうのはスキルにも満たないわけですね。 TikToker が自分の動画を TikTok のアプリで編集してるのとほぼ変わんないわけですから、それスキルでもなんでもないですよ。作業の代行ですね。 Excel 入力するのと同じ。じゃあこれから市場が飽和してきた時にどういうやつが生き残るかっていうと、さっき言ったように動画のマーケティングまでちゃんと、いや YouTube のアルゴリズムまで理解できてるかどうか、タイトルだったりサムネのキャッチコピーがしっかり考えられてるかどうか、あとはその例えば美容整形だったら美容整形の用語とかそういったところの見せ方だったりとかっていうところでレビューが少なくできる人かどうかっていうところが生き残る人なんですね。それが意識できている動画編集者は多分少ないだろうなと思ってるし、まあそれは市場が勝手にそうやってそういう人を育てていくんで、今別に文句を言う話ではないかもしれないですけど、流れとしてはそうなるだろうなと思ってます。いや勉強になりました。じゃあそんな感じで動画締めようかなと思います。3月4日ですか。はい、開けて3月4日。はい、結局動画編集者も動画編集してるだけじゃなくて、領域ごとに詳しくなるとか、マーケティング全般ちゃんと理解していくとか、 YouTube マーケティング理解していくってことが必要だと思うので、フリーランスサミット来ていただければある種のそういった勉強にはなるんじゃないかなと思っております。必ず事前予約してください。この動画見てる方は後でしようとかじゃなくて今すぐ登録していただければ幸いです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見てですね、もっと優秀な動画編集になりたいと思う方は概要欄から僕の公式 LINE に登録してみてください。稼げる動画編集と稼げない動画編集の違い、動画編集のパソコンのやり方、動画編集のソフトのやり方、最初の1円の稼ぎ方、月5万に達する方、月20万に達する方、月50万に達する方、月100万に達する方、無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。ぜひ登録してみてください。そのプレゼントを受け取った後も毎日毎日ね、動画編集に関する有益なメールが届くようになってます。ぜひ皆さん毎日チェックしてください。これを習慣にするだけでもですね、皆さんの人生は大きく好転していくと思うんで、ぜひチェックしてください。プラスですね、1000人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルやってます。動画編集
キルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになってないとか、そういった方に向けてオンラインのサービスで10日で案件獲得できるようになってるんで、概要欄からチェックしてみてください。あとですね、全国6都市で展開している動画編集キャンプ、土日2日でね、動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールです。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、13時間いただければですね、月曜日から現場レールの編集者になれるよっていうオフラインのサービスですね。3日坊主でサボっちゃう人とか、短期間で動画編集スキルを身につけたい方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるリンクから説明会の情報を受け取ってください。説明会に参加するといろんな豪華特典がもらえます。これです、ドドンと、これだけの特典がもらえるんで、ぜひ説明会に参加してみてください。ということで今回はありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。コメント欄でぜひアウトプットたくさんください。感想をですねコメント欄に送っていただけたら僕は非常に嬉しいなというふうに思います。そんなわけで今回は以上です。ではまた。